山木マ,マダラヒカゲは、縦波蝶か、蛇のみ蝶赤に分類される蝶の一種。薬島と房総半島に亜種がある。カラフト南部、北海道、本州、四国、九州、薬島に分布する。標高五百メートル以上の低山帯から、阿光山帯で普通に見られ、森林地帯に生息する。ごく近縁の里木マダラヒカゲは、より低地の森林を主な分布域とするため、 一応は、住み分けがなされているが、混成することも珍しくなく、分布状の際は明確ではない。なお、北海道では、本種の方が広く分布し、また、カラフトにも生息することから、サトキマダラヒカゲに比べて低温に強い傾向が、うかがえる。春型全市長30から38ミリメートル、海五55から65ミリメートル、高貸色の地色に黒い反紋が入る。 地色は表面の褐色が強く、裏面は黄色に近い。夏型は色が濃くなる。幼虫は稲荷のサさるやすスきスなどを食草とする。幼虫の頭部には角に似た突起が2つあり、耳に見立てると猫の顔のように見える。成虫は5から6月と8から9月の年2回、北海道などの寒冷地では6から7月の年1回、出現する。日陰を好み。 樹液や孵化、昆虫の死骸や重粉に集まる。山道を歩いている人間の汗によってくることもある。花にはあまり寄りつかない。蛇の実鳥類としては飛翔力が高く、活発に素早く飛び回る。越冬する場合は、さなぎの状態で行う。サッとキマダラヒカゲとは、かつて同一種としてくくられ、単にキマダラヒカゲと呼ばれていたが、1970年に2種に分離された。 両種は、幼虫、成虫ともに酷似し、分布域が重なることもあって、野外での同定は難しい。比較して、メジョモンが明瞭で濃いのが山マキモダラヒカゲで、甲州ラツケネの三半門の並びが、直線的であるのがサと、下の一つが外側にずれるのが山、などで判別できる。山マキモダラヒカゲの方が産地性が強く、それが和名の由来となっている。 ありがとうございます。